ライズは、トヨタ自動車が販売する、小型クロスオーバー SUV である。アクティブユースフルコンパクトをコンセプトに、週末のレジャーでも、普段使いでも扱いやすく、様々なシーンでアクティブな毎日をサポートする車種として、開発された。なお、本車種は、機能市会社である、ダイハツ工業が4代目タントで、初導入された、ダンガを、トヨタ車として初導入された車種であり、ダイハツ工業では、 日本国内では約22年7ヶ月ぶりの社名復活となる2代目ロッキーとして販売される。エンジンプラットフォームともに大発製であるため各媒体で OEM 社と紹介されることが多いが4輪駆動システムにトヨタのダイナミックトルクコントロールが採用されていることからもわかる通り正確には共同開発者である。トヨタが取り扱う大発工業製。 小型 SUV としては2006年1月から2016年3月まで発売されていたラッシュ以来約3年8ヶ月ぶりの導入となる。ボディは全長と全幅をラッシュと同等のサイズとすることでもナンバーサイズとしており、全高はラッシュよりも低い 1620mm となっている。過失はデッキボードが可動式となっており、普段は下段に設置して、 大容量のスペースを確保。デッキボードを上段に設置し、鉱石シートを前倒しすることで、長尺物の積載が可能となり、デッキボードを取り外すと、アンダースペースが現れ、背丈の高い荷物の積載も可能となる。なお、SUV では、CHR に随で2車種目となるすべての、トヨタブランド販売店での取り扱いとなる。 フロントフェイスに関しては2代目ロッキーとは異なる衣装が与えられており、今日のトヨタのデザインアイデンティであるキーンルックが用いられている。また、巷では前年に国内復帰したラブ4の縮小版と形容されることもある。バンパーコーナーは角張った形状に、ロアグリルは大きめの台形形状が用いられている。また、SUV らしいシルエットを表現するため、 タイヤは体型サイズとし、フェンダーを張り出している。エンジンには、ダイハツ工業製の1.0リットル直列3、気筒ターボエンジン 1KR ヘッド型が搭載され、トランスミッションは CVT となる。ライズの CVT は、ベルト駆動式 CVT にスプリットギアを組み込むことで、高速域にベルトギア駆動となり、伝達効率が向上され、変速比幅を広げた。 トヨタ社発の DCVT が採用されている。ラッシュに比べて環境性能が向上されており、WLTC モード走行による排出ガスと燃料消費率に対応しており、全社平成30年排出ガス基準50%軽減レベル認定を取得し、さらに 2WD 社は平成27年度燃費基準プラス10%を達成する。 駆動方式は 2WD と 4WD があり、4WD には発進時や滑りやすい路面走行時に車両状態に合わせてコーリングへのトルク配分を適切に行うダイナミックトルクコントロール 4WD が採用されている。トヨタでは衝突被害軽減ブレーキをはじめとする予防安全の装備群をトヨタセーフティーセンスとして展開しているが本車種は 大発工業が生産するモデルのため、軽自動車のピクシスシリーズ、および三代目パッソ、ルーミー、タンクと同じく、スマートアシストとなる。ライズでは歩行者、車両検知対応の衝突警報機能や、衝突回避支援ブレーキ機能、ブレーキ制御付け後発進抑制機能、全車速追従機能付け a CC、スマートパノラマパーキングアシストなどで構成された、トヨタ車で、 初の次世代型が採用される、英語のライズとレイズからの造語、毎日を盛り上げるアクティブな車であることを表現している。ありがとうございます。